佐藤忠信佐藤忠信は平安時代末期の武将で源義経の家臣。源平清水期では義経四天皇の一人、佐藤継信の弟。父は欧州藤原氏に仕えた佐藤元春、もしくは藤原忠次。自称四年、欧州にいた義経が挙兵した源頼朝の辞に赴もむく際、藤原秀平の命により兄に、 継信と共に、義経に随行。義経の老党として、平家追悼軍に加わった。兄、継信は、屋島の戦いで討ち死にしている。元略2年4月15日の壇の浦の戦い後、義経が許可を得ずに官職を得て、頼朝ともの怒りを買った際、中心も共に、平衛に任官しており、頼朝ともから、 秀平の老頭が F に任ぜられるなど過去に例がない。身の程を知ったらよかろう。その気になっているのは猫にも落ちる。と罵られている。文字元年10月17日、義経と頼朝が対立し、京都の義経の屋敷に、頼朝からの資格である、と佐保正俊が差し向けられ、義経は屋敷に残った、わずかな老頭の中で中心を伴い、 自ら門を飛び出してきて応戦している。文治元年11月3日、戸を落ちる義経に同行するが、九州へ向かう船が難破し一行ありさん中心は、宇治のあたりで義経と別れ、都に潜伏する。文治2年9月22日、人妻であるかつての恋人に手紙を送ったことから、その夫によって、鎌倉から派遣されていた。 御家人のカスや勇気に居所を密告され、潜伏していた、中三角東道院を襲撃される。聖兵であった中心は奮戦するも、大勢に、武勢で、老党二人と共に自害して果てた。憲兵聖水記によると去年は二十六室町時代初期に書かれた、吉爪記での中心は、吉爪のおとりとなって、吉野から一人とに戻って奮戦し、 壮絶な自害をする主要人物の一人となっている。吉経旗の名場面から、歌舞伎もしくは人形浄瑠璃の演目として名高い、吉経千本桜の狐中心こと、玄郎狐のモデルになった。償信、中心兄弟の妻たちは、息子二人を失い嘆き悲しむ老母を慰めんと、それぞれの夫の甲冑を身にまとい、その勇士を装って見せたという逸話があり、 婦助死教育の教材として、昭和初期までの国定教科書に掲載された。ことされる吉忠は、孫目佐藤氏の祖となり、安中、四神、中世の父となったとされ、安中は、老いたま佐藤氏の祖という。安中の家系は、以下のように続いたという。安中の子孫の一人である重成なりは、伊達種宗に仕え、その孫、重元は、伊達正宗に仕えたという。また、 安中の兄弟である、四神の家系は、以下のように続いたという。吉忠は、大鳥城の佐藤一族を代表して、文治六年正月の大川二郎の反乱に軍港を、建て、源の頼朝から五千貫余りの最地を賜り、頼朝の前をはばかって、吉忠を信孝と改め、子孫重博氏したとされる。信孝には系譜を見ると六、七人の子がいたことに、 なっている。そして、そのうちの城を暗中は、十意したでは守るに除せられ、追い玉軍と与太夫に従し、道軍、花沢城主となって、最地五千余町を領したと家父に記されている。以後、長信に至るまで、花沢城に従した。長信の父重信は、略王三年に、南朝方と戦い、将軍、足利高氏から、 本領安度の五教書を賜ったという。やがて、伊達市の勢力が、陸中に及ぶようになり、伊達隆市園の時大軍を催して、出羽国をい玉軍長井僧を攻め、長井氏と、花沢城主、佐藤長信の連合軍と戦い、長信と長井氏との連合軍は、大敗を喫し、長信と、その一党は遠く、岩城国まで逃れ、岩木家に危惧した。 それより、茂行まで四代岩木家のもとにあった。茂行の子、伊勢守重成は、岩木茂高の老身であったが、岩木氏の姫が、伊達春宗に嫁ぐとき、その補佐役として、米沢に赴き、伊達家の養精によりその進化に属して、父祖墳母の地である宇州大玉軍の神奈川小木の中山に有の最地千二百国を賜った。 これより、重成とその着式期主従字は、中山城に居住して、ついに、岩木家には帰らなかった。元気元年四月、宇宙小松の合戦において、木伊神が討ち死にした。その戦いは死闘とされて、領地を没収され、木伊神の子重元も、父との演座によって、中山城を出て、米沢城下で、平門の身となった。その後、許されて、 再び召し出され、天正19年、伊達政宗の仙台以上の時従って、裁量300国を得て、名取軍釣り鳥、優を四岡に居住した。ありがとうございます。